ニコロンです。アイシテンです。アイミンです。ワイワイワイチンワイ、うん、イエーイ。さあ、ということで今日やっていこうと思っているのは、どうしたなんかふわっとしてる、どうしたニコロン、どうしたどうしたどうしたおのおのの食事生活を交換してみよう、イエーイ。結構最近食事を共にしてきて、量とかさ、食べる時間とか、なんか違うなっていうのをすごく感じてきてるじゃない。感じてきて全然違うね。だから私たちの食生活をね、トレードして一日ちょっと過ごしてみたら楽しそう、楽しいかな、うんうんうん、ちょっとやってみようかなと。楽しそうじゃない、思ってます。だって分からないじゃないですか、ミコロンが当たってしまったら自炊しなきゃいけない。あいみんの上がったらすごい深夜にご飯を食べなきゃいけないかもしれない。そういうことよ、時間も。そういうこと。とりあえずこう発表していこうか。おう、チーム Y。 私から発表します。朝ごはん、朝ごはんしっかり食べるんで、朝ごはんはトーストとブラックコーヒー。はあ、もうコーヒー飲めないですブラックコーヒーです。続いてお昼、お昼はじゃあパスタ。パスタね、めっちゃ美味しい。食後にカフェラテ。あ、コーヒー取ってんな。めっちゃコーヒー取るやん。カフェインすごい。眠れなくなっちゃうよ。ね、夕方、プロテインを飲みます。え、おお、ちょっと持ち歩いてんの？家に帰ったタイミングとかで。あとまあコンビニもね売ってます。ああ。タンパク質を摂取する。夜、お豆腐、サラダ、鶏肉、味噌汁、そして食後にカフェラテを飲みます。あれ？うわ、米は？食べません。ダイエットご飯やん、そんな夜ご飯。夜ご飯はもう食べないで。無理だよ。またカフェラテ飲んでる。寝れへんくなって。でもミコン寝るの早いよな。うん、そう。全然効かないのよ、カフェインが。チーム Y。じゃあ次は私が。はい。朝、スタバのアールグレイティーラテ、ホスト。スタバの？待って待って。グランデサイズ。朝？グランデ？朝です。グランデ、スタバのってどういうこと？朝に現場があるときは絶対にそうなんです。前に買って現場に入る。アールグレイティーラテのグランデサイズ。オールミルクでお願いします。オールミルクで。はい、シロップ半分で。で、根菜サラダラップ。あー、美味しいね。昼、食べません。はははは。夕方、スンドゥブとご飯。夜、ちょっと待って待って夕方、今夕方です、今夕方です。夕方にスンドゥブとご飯、ご飯、お昼食べなかったのね。そうそうそう。あー、そっかそっか。そう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 。夜、牛乳寒天とドラモッチ。ドラモッチか、ちょっと待って、甘いやつ。そう、ローソンのドラ焼きなんですけど、生クリームが入っててめっちゃ美味しいんですよ。え、夜夜ご飯、ご飯、夕方にご飯っぽいもの食べて、夜はもうそのおやつというか、デザートみたいな感じ。うん、もうそのスンドゥブの後に行っていい。で、お菓子はその後無制限 OK です。その後無制限 OK？ 無制限 OK です。寝るまで？寝るまで OK です。普段はどんなものを食べてるんですか、ちなみに。まあでもそうやな、ドラモッチがほんまに多いけどドラモッチ多いんだ。多いです。いや、ドラモッチが多いかな。なるほど。ダントツで多いですね。ローソンなんで美味しいですよ。なるほどね。チーム Y。じゃあ最後に私です。はい。まず朝は食べません。はい、まあでも白湯とか水飲んでます。白湯が美味しいですね。そうそうそう。昼は食べませんが、現場とかでどうしてもお腹鳴っちゃうみたいな、うんうん、時はウィダーインゼリー飲みます。おー、はい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 。で、基本飲み物はずっと日中水飲めます。で、夜、はい、仕事終わったってなったら生姜焼き、うん、食べます、うん、で、味噌汁と、うん、あと米はマスト2杯、お茶碗2杯分で、そっからもう全然食べれる余裕あったらどんどんおかわりして大丈夫。2杯はいつも絶対食べてるかな。でも上限はない、上限はない、今日最低2杯かな。で、夜食に待って待って待って、まだ続く。飲むヨーグルト500ミリ。500ミリ、深夜の500ミリ。500ミリです。これは、だいたい YouTube の動画チェックとかしてるときは飲んでるから、それのお供って感じかな。結構シンプル。全然味の方がない。そうだ。嘘だよ。全然、生姜焼きもな、味付け濃くしたらいけるやろ。しょっぱーいやつにしたら、嫌だ。なるから、どっちがいいよ。今のを聞いた上で、はい、誰の食事、食生活をやりたいか、ちょっと指さしていこうか。 OK。 それかぶらんかったら、あ、まずそれそれでいけるってことなの。それいこう。いける、2分の1やった。あ、でも米食べたいから。 OK。 はい、
はい、いきます。せーの、はい。おあおえおお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 おそんなわけで、ちょっと1日ね、うん、1日だけですけどやってみますので、はい、ではご覧ください。事務所にやってきました。あやさちゃんの朝ごはんを買ってきたよ。まず根菜チキンのサラダラップ、これ私も大好き、久しぶりに食べます。じゃーん、アールグレイティーラテのオールミルクシロップ半分ホットです。そしてこのサイズがね、グランデサイズ、大きさわかんないね、大きいんだよね。私だったら絶対コーヒー頼むな。ちょっと飲んでみよう。ちゃんとカスタムするところがあやさちゃんらしいですね。さすがです。美味しいわ。シロップ半分でこんな甘いんだね。美味しい。美味しい。久しぶりに食べた。おはようございます。私はアイミンのご飯を、1日食べているわけなんですけれども、朝は水かお茶湯ということでお茶湯にしてみました。アイミンの朝は食べないということで、昼もウィダーで軽い感じなんですけれども、幸いにもですね、昨日の夜結構遅めの時間にご飯を食べたということでお腹が空いてないので、今すごくいい感じです。お水でも全然耐えられそうな気がしております。さあ、朝からね、茶湯を飲んで内臓を温めていきたいと思います。おはようございます。今日から食事交換なんですけど、私はミコロンの食事を楽しみたいと思います。ホットコーヒーとトーストということで、じゃあサンマルクでホットコーヒー買いました。トーストが売ってなかったので代わりに塩クロワッサン食べたいと思います。朝を普段食べないので食べるのにすごい気合いがいるんですけれども、頑張って食べたいと思います。食べたらどうなるんでしょうか。でもホットコーヒーあったかくて美味しそうです。いただきます。お昼代わりと言いますか、移動しながら集中吸っております。ご飯食べたいなって思うけど、まあちょっととりあえずウィダーで我慢ということで、まあ、多分食べたらね、お腹いっぱいになるとは、満たされるとは思うんですけどね。いやー、ご飯食べたいなって感じが今の気持ちです。飲みます。ちゃんと緑選びました。ミコロンのお昼ご飯を食べます。ミコロンがおすすめのこちらのイカの刺身の明太子のパスタにしたいと思います。いただきます。お疲れ様でした。ミコロンの選んでくれたパスタめっちゃ美味しかったです。食後にカフェラテ買いました。イエス、飲みます。今仕事が終わって、もう夜なんですけど、夕方に飲むと言われているプロテインを飲みます。これを飲んで、帰ったらですね、夜ご飯が待ってます。ミコロンの食事はずっと何かしら摂取している気がします。初めて飲みます。イエイ。ただいま、帰ってきました。ということで、あやさちゃんの夜ご飯買ってきましたよ。ローソンでドラもっちと、あと牛乳
寒天がどこに売ってるか分かんなくて、セブンの動画で言ってた、このセブンのたっぷりみかんの牛乳寒天を買ってきました。コンビニをはしごしました。飲み物はあやさちゃんの好きそうなヘルシア緑茶にしてみました。これが今日の私の夜ご飯です。今お家に帰ってきて家族にね会って、今日はちょっと夜ご飯どら焼きと牛乳寒天だからいらないよっていう話したらびっくりされました。ちょっと甘いものだから飲んできます。甘いものカロリーミット、うん、ヘルシア緑茶ってこんなにないんだね。体に良さそうな味する。食べよ。私はどちらも初めて食べます。楽しみ。牛乳寒天いただきます。うん、ミルク感がすごい美味しい。じゃあドラモッチもかわいい、いただきます。うんまいや、ヘルシア緑茶買ってきて正解だな。これもう甘々で逃げ場がないもんね。本当はコーヒー飲みたい。絶対合うじゃん。美味しいわ。食べました。ごちそうさまでした。夜ご飯ということで生姜焼きです。お弁当を買いました。で、ご飯大盛りにしてもらいました。ご飯2杯ということだったのでね、まあ2杯分ぐらい大盛りにしたらあるんじゃないかな。すごいです、あふれそう。本当にすごい量なんですけど、ほぼ1食目と言っても過言ではないので、どないなもんなのかちょっと食べてはい見たいと思います。いや、生姜焼き、きつ。なんやかんや、詰め込んだんですけど、本当に生姜焼き、ちょっとお腹いっぱいです。が、今ね、その後のこの飲むヨーグルトなんですけど、これのおかげでお腹が浄化されていくというか、苦しかったお腹が逆にいい感じにクリーンになっていくみたいな感じです。ってなイメージなんですけど、すごい甘めな飲むヨーグルトかと思ってたんですけど、サラッとしててすごい飲みやすくて、これは食後にええなって感じでした。朝と昼食べてないので体重的には大丈夫なやつなんじゃないかなと思っております。はい、というわけでやってきましたが、はい、いかがでしたか。食事交換、食事交換、いやー、あのね、驚きでした。驚きの結果が出て、え、どういうこと。ミコロンの食事やったじゃないですか、うん、そしたら次の日ごっそり退場してて、ごっそり。ミコロン健康体、朝と昼ちゃんと食べて、うん、夜はサラダだけ、うん、と味噌汁やから、うん、痩せる、痩せるね、そうだね。出てんの、ゆばちゃん出て、はい、ゆばちゃんということで伊藤家にてお送りしております。そうなんですよ、いろいろね、ね、はい、ほんと。そうだから、やっぱこれミコロンのやつ続けたら痩せるんちゃうかなと思ったね。おー、そう、まあそうやけど、なんか夜は寝れへんかったよ。カフェインめっちゃ摂取した。あ、やっぱそうや、絶対これコーヒー飲みすぎやん。絶対全然いけるよ、ほんまに。相当体勢が終わりなんですよ、うん、めちゃくちゃ体勢あるのね。いや、私は朝は全然余裕でしたよ、うん、ただまあ正直コーヒー飲みたくなった。あ、いいやったな。そう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 、っていう気持ちだったけど、美味しかった、好きだもん私も盆栽。ただスンドゥブ、うん、3から未知だったのよ、うん、私1からだから、いつも意外とど、意外とちょっと辛かった。その後のドラモッチと牛乳寒天の旅、ローソン行って買うじゃん、ドラモッチ、うん、で牛乳寒天を求めてセブン寄るっていう、あ、そう、旅ね、そうそうそう、旅、美味しい、2軒行かなきゃいけないから、美味しかった、お、よかった、美味しかったけど、いい的にはど、満足、いや、満足、まあ、うん、なんか不思議な気持ちだった、これが夜ご飯みたいな。わかるわかる、あのね、不思議な気持ちといえば私も不思議な気持ちになりまして、この挑戦の前日に、私結構夜
食べててしっかりだから、うん、朝さおさゆだけっていうのはいけた。もう全然もうそんなもんでしょうって思ってで、ついてきたなっていうタイミングでのこの食べたいご飯じゃなくてウィダーで済ませなくちゃいけないっていうちょっと苦しみみたいなのもありつつ、ラストその生姜焼きのご飯2杯、偏ってんだよね。そういけるけど、うん、なんだかなみたいな。ご飯さ分けたいもんね。だって2杯をさ昼と夜に分けたい、分けたいんだよね。そうなんだよな。じゃ分けたら太っちゃうからだ。分けたら2食になって太っちゃうんだよ、体質的に。だから1個にまとめてる。そういうことなんだ。研究の結果、研究の結果、研究上はそう言ってるんや。そうなんだ。これ1週間続けたら痩せるよ。でも一つだけ、うん、あのびっくりしたのがあのブルガリアヨーグルトの 500ml、うん、いやすごい甘いと思ってて、うん、あの甘々の 500ml 入ったら、うん、もうドロドロになっちゃうと思ったらすごいサラサラして、うん、飲みやすくて、うん、あ食後にちょうどいいいいよなっていうのは新発見でしたね。いいよ本当、体にもいいと思うし、うん、分かるけど、うん、まあ、トータル健康を考えると、うん、どっこいだな。ちょっと結構やっぱきつかったよね。やっぱ満たされてる感じがせえへんよな。せえ、なんかこう決められた食事を食べるっていうのはちょっとなんかね、うん、満足ね、満足度を低めみたいな。そうなんだよね。不思議な気持ちに経験してんのやな。そう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 、こういう生活してんだよなって思ったよね。全然違うんだなって思いました。ました。すごい不思議な経験でした。よかったら。真似してみて、どれのが一番良かったかな。はい、ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。